や大人の解放っていうか俺はまあおまあ借りたつもりではいたんだけど、いやもう返さなくていいですって言われたからそのまま放置してたんだけど、いややっぱ返してくださいって言われたから、おおそうだよなと思ったから、うん、もう速攻振り込んだけど、うん、なんだかなって感じ。ああそういうだからハゲちゃんまあ、そういう人なのよ。返せなんて言われたの初めてでしょ。金俺言われたことほとんどねえな。初かもしんねえ。あ、違う。ある。ある。ある。うん。俺は、借りた金は返してる。ギャンと交渉役場に行って、借りた70万の公正証書巻いて、それで70万詰めたよ。ただがっかりだけどな。だから信用されてないってこと、その件に関してもね。わかるだろ？なんだかな、あれ。うん。まあ、もともとほら、俺が、漏液行かないようにのストッパーとか、あと、大衆酒場の、引き払いの、うんぬんの件の話だから、70万は大金ですからね。うん。まあ、大金っていうか、うん。もう今この距離だよ、いつも。うん、今この距離になった。ああ、そう？プリマの頃か。弁城、城太郎？うん。俺、弁城太郎なの？本当かよ。おめえ、復帰すんだ。まあ、好きにやんな。うん。あとは自分のリスナーが決めるんじゃねえ。な。もうカチャカチャブルブルとかニーガンいらねえから、お前。うん。レイピーありがとう。おいちゃんと、こう、ちょこちょこ来てるけど、酔っ払ってる時多いから。ああ。大体酔ってんだよ、いつも。ほぼ。ほぼほぼ酔ってる。うん。大体酔っ払ってんな。うん。あれ、裁判されたら負けますよ。ですね。騒音の苦情なんで認めて謝ったの？あれ、裁判されたら負けますよ。いや。だって、どの程度の騒音のレベルなのかとか、そこまでの、その当時の記録があればいいよ。うん。確かに、うるさかったのはうるさかったかもしんねえけど、ちなみにね、俺が住んでた KW のマンションの隣の部屋はファミリーだったから。うん。うん。2LDK のファミリーが住んでたから。やめろよ、あれで。あれでもう、なんか、マゼさんも結構、うんってなってたんだよ。YouTube に残ってんのが証拠になるかと。ああ、そんなの、なんない。うん。食われたドアの分あげてたの欲しいって言うから、うん、持ってけばいいじゃん。そんなもん、二足三なんだろうね。ダメだよ、便所。あんな女引っ張る。なあ、髪の毛ひっくり返されたらよ。うん。謝ったら？ああ、だってさ、考えてみればいいじゃん。うちの従業員も何人も辞めてるんだよ。ああ、それは、申し訳なかった。うん。ってなるよ。騒音で従業員辞めるって、
そういうことかな。じゃあ俺も目の前のマンションで工事で騒音でやめ、なんか退去したら向かい側のマンションに文句言えんのかな、クソ野郎ってな。ただその当時ね、俺んところは結構わちゃわちゃしてたから、時効かどうかわかんないけど、向こうのそのオーナーだからなんだかっていう、なんていう人だったかは、もうそれで謝ってくれたからいいよって言うから、うんって思ったけどね。今更言ってくるなんておかしすぎます。だからデンジマン、俺の罪は何になるな。犯罪には罪名が必要だよ。何になる？ほら、出てこねえじゃん。出ねえだろよ。出ねえだろ。罪名なんかつくわけねえだろよ。家の中で放送してるだけなんだから。民事ならあるかも。民事ならあるかも。さあ、どうだろうね。まあ、内緒では触れないんで大丈夫です。のんびりやりてんだけどな。いちいちうるさいのが多いからよ。ちょいちょいな。おいちゃんに。コラボだけじゃなくてさ、おめえ来なくていいよ、もう。俺のとこ。クソかよ。中途半端やろうがよ。てめえ言われてたら、向こうの枠でもよ。ゴミがよ。ここじゃやっとけや。来んな、この野郎。あ？ポコってろよ。ううん、何もないよ。うん。むしろ、俺とはもう何の関わりもないから。うん。いや、わかんねえ、俺。やれるとしたら、ふわっちやれんのかな？キャスか？キャスは俺、見たことねえかもな。ふわっちだったっけ？どっちだったっけ？もう、ごっちゃになってるからわかんねえや。うん。あ、ふわっちでやってんな。うん。そっかそっか。じゃあワッチで配信すれば、それなりに花火が飛んでなんとかかんとか食い口は取れるんだろ。いいじゃん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 。小遣いぐらいにはなるだろ。いやいや、そりゃそうだよ。がっぽり稼ぐのはまだまだ無理じゃん。ナス、そんなのいきなりよ、100万円プレイヤーにはなれねえよ。だろ？せいぜい言ったって30万円ぐらい稼げりゃいいだけだよ。たっちゃんいらっしゃい。お茶枠50眠るハーフ決まった、あざし。そうよ、うん。一月自分の生活でトントンが上がりであれば、まあまあだよ。余剰があって少し残れば、オープラ出たよ。でしょ？わかんねえけど。まあ無理か無理じゃねえか、俺は知らないけどね。うん。もう俺は関わってないから、その件に関しては。申し訳ないけど。関わる気もないし。家壊されて、訴えられてで、ひでえ話だよ。ツイッター見たら昨日引退してるやん。いや、わかんねえけど。不当客がつくかどうかっていう、マゼ。マゼさんは、
どうなんかね、よくわかんねえな、あの人も。ただ、マゼさんは女大好きだからね。ね。ねえ、マゼさん。俺知っとるんだね。マゼさん、俺がゲルゲとくっついてるときに、こそこそゲルゲと連絡取って、アプローチしてんじゃねえよ。クソジジイこの野郎。漏れてくるに決まってんだろ。お前その前に誰からも入ってきてんだよ。うなちゃんには言わないで。僕の気持ち。